えーどうも、えー、っと、あの、ウリり坊、イノシシの子供ののリり坊があ、野生で見つけた、って可愛いっていう動画のコメント欄で、えー、必ず近くには親がいるから、危険ってコメントを打つ人です。よろしくお願いします。 実物も見たことないのにっていうね。えー、<laughs> いうやつですね。まあ実際危ないのは危ないんでしょうけど。必ずいるというね。えー、なぜ必ずいるのか。それは私がコメントを打ってるからですね。はい。というふうに考えていただいて、えー、日々を過ごしてもらえればいいんじゃないのということで、やっていきたいと思います。えー、サ坂チャンネルのバーサーカートーク。うんと、第49回ですね。えー、よろしくお願いします。 うんと、あと何回ですか今年、あと、これを入れるとあと4回。意外とあったな。うん。あの、今月は金曜日から始まってるから5回あるんですね。はい。ぜひ、えー、聞いていただければと思います。よろしくお願いします。はい。中間じでね、YouTube の方も、えー、っと、いろいろ更新をしているんですが、もう結構あれですね。 えー、気づいたらというか、このラジオをまず毎週やろうっていう風に決めて、で、月始め、あの、今年初めの話なんですけど、えー、で、あの、単独ライブをまずピン、解散してピンになったからやってみようということで、えー、ミニ単独ライブ、えー、やりまして、で、1回目やって、で、楽しかったから2回目もやろうっつって、で、こう、あれはあれよのうちになんか、毎月という目標に勝手に変わりまして、で、えー、今やってる同説配信も、 別に毎日やろうというつもりはなかったんですが、気づいたら、えー、毎日が義務になっておりまして、毎日生配信をしつつ、えー、毎週ラジオを撮りつつ、毎月単独ライブをやるという、えー、生活が、あの今、今年最後の3ヶ月、10月、11月、12月だったということで、えー、<laughs> なかなかね、あの、なんだ、こんなに、ルーティンワークが嫌で、 俺こういう活動してたんじゃないのかなっていう風に <laughs>、えー、思っていますが、えー、すごくルーティンワークを繰り返してますね。同じことをずっとこうやって <laughs> うーん。ちょっとね、もうなんか玉切れです、正直。うん、なんか色々打つのもさ。まあラジオもだから毎週話題をね、えー、何か考えないといけないっていうのも、話題探しも結構最近ちょっと あまりできてないし何台本というかね、えー、話す内容の過剰書きのメモすらないで撮ってる時もあるしで毎日配信もすればさで話題もなくなってさでやり方もなんかこうあの, <laughs> このパターン化してくるというかさこう定まってきちゃうからさ最初の頃はなんかいろんなやり方でいろんな喋り方でとかさいろんな感じで、えー、試行錯誤してたんだけどなんかそれも落ち着いちゃってさで毎回。 毎回やるから。喋、ね、ることもなんかむずいし。で、えー、あ、これ愚痴ですよ、これ。あの、あと毎月単独ライブもやってるから、あのー、もうなんか、最初の頃はね、すごかった。なんかエネルギーが。3月ぐらいまですごかった。寝た、新ネタ7本を3ヶ月連続でおろしてから、 そっからなんかツーマンライブとかっつって、えー、負担を自分の中で半分にしたりとか、ゲスト呼んだりとか、あの、ちょいちょい逃げましたから、そっから先は。だからもう、その、なんだろうな、その、それまではコンビでやることが多かったから、ピンネタに対する、その、ストックがあったんですよね。だからもうそこもなんかある程度こう、新ネタを出す作業がね、えー、いろいろ、えー、思いつかなくなってきて、まあだから、でもまあ、だから今年1年で終わりですよ。うん。 この単独に関してはね、うん。このラジオやら、あの、同説配信は多分続いていけますけど。うん、だからなんかこう、まあ月一のなんかはちょっとやりたいなとは思いますけどね。今喋りながらふと思った。ただやっぱ新ネタをこう闇雲に下ろすのもそうだけど、そろそろなんかその、ブラッシュアップして、ちゃんと戦える武器を見極めないといけないなっていう。うん。 結局 R1 も近づいてるし、いわゆるだから R1 グランプリでちゃんと勝てるようにっていうね、えー、ことですよね。だから、なんだろうな、こう目の前のお客さんをただ、えー、笑い取ってくださいっていうので、えー、時間の縛りもなければあの、僕ある程度正直、あの、できるなっていうのが、まあ今年一年いろんな現場を経験させてもらったことによってなんですけど、まあ前よりはだいぶ良くなったなって感じなんですけど、じゃあ、その、 1> r 1の2分で、えー、僕のことを何も知らないバックボーンも何も分からない状態で,で芸人がこうずらーっとベルトコンベヤ式にどん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 出てくる、えー、その中の一人として、えー、2分間の中でしっかりアピールしてって質高く、えー、やるっていうのはまたちょっと作業がこれ違うからさ今年1年、あのー、頑張ってきたものとさ。 だからちょっとね、出ますけど、相当厳しいですよね。<laughs> あの、1回戦ね。まあ3回目の挑戦かな。うん。去年お、おととし、去年、おととしじゃないか。今年。R1 は、えー、っと、次回が2024って扱いになるから、23、22は出ましたけど、やっぱりこう、跳ねのけられて、うん。 まあ、なんだろうな、多分ですけど、だから今年、とりあえず出て、だからそっからまた来年、2025に向けてしっかり対策する一年にしたいかな、というのはちょっと思いますね。うん。そこに対する一年ではなかったから。そう、もうあの、ま、やる前から言い訳ざんまいですが。<laughs> そういういのを視野に入れたなんかこの単独終わってからはあのー、そういう活動に先たいかなというふうに、まあ、自分の中で思いますかねしっかりなんかとにかくなんか吐き出した1年だったからいろんな自分の考えてることとかさで自分の中で結構パターンも見えてきたしインプットが足りない感じがもうずっとしてたから。 だからそこを磨き上げつつも、まあ、インプットもしつつも、みたいな、うん、感じでやっていければいいんじゃねえのっていうふうに、えー、ふと思いました。まあ、年の瀬ですからね、こういった反省もしつつ、ということで、えー、まあ、よろしくお願いします。はい。では、えー、コメント欄の方、前回のコメントを読んでいきたいと思います。えー、これからライダーさんありがとうございます。安楽問題。 これ根深いですよね、えー。仕事でもそうですが、うまくいかない相手と仕事をすると、えー、能力が全然発揮できないってことはかなりあるので、えー、チーム力にはかなり影響があったのではないでしょうか。また、えー、中には嫌いすぎて、えー、安楽選手の負けを願うチームメイトもいたようです。えー、強い選手なのに、えー、いまいち勝ち星につながらなかったのは、えー、そこもあったような気がしますといただきました。結構、こう赤裸々にというか。 えー、しっかり考えてくださっていらっしゃる意見ですねはいありがとうございますそうあの前回結構長いことそのこれについての話をしたんですけどまあ結局ねあのー、対談してあその話ももうしたんだっけ対談済んでからの話だもんねうんいやそれはあると思うその嫌な人と仕事すると力発揮できないっていうね、うん、だから周りとうまくやるのも野球の能力の一つですよね うん、本当になんかパープロの能力でもあるもんム。ムード丸とかさ。あとチーム、なんだ、ムードメーカーとか、なんかチームプレイ丸とかさ。ある,あるもんね。うん、<laughs> いやもうそんぐらいなんか人間力も、うん、野球の一つだろうね。うん、っていう風には、まあ前回も話したけど、思いますね。本当に伸び伸びとやる人も出るのかなっていう。 うまあうんだからこそまああのー、厳しい対処を取らざるを得なかったっていうこともあるしねうんそうそうそうその瞬間嫌な思いをするっていうだけの問題じゃないよっていうことですよねだから、うん、その時我慢すりゃいいじゃんっていう話にはならないってことですよね本当にこう全体に、えー、デバフがマイナスがかかってるっていう。 うーんそういうことですよね。うん。まあでも本当に元、元ね、スター、スター選手としてね、えー、期待されてた人ですから。なんかこう、うまい形でうーん、なんかでもこう、復活願うっていうのもちょっと違うんですよね。なんか <laughs>、えー、悲しませた人たちがいるのが事実ですし。だどうにかなんかこう、返り咲いてくれたら嬉しいなって感じですね。何らかの形で。うん。 まあそれが野球なら一番、まあ本人にとってもそうだし、僕も嬉しいですが、ああ、今年一年来年一年どういうこの一年になるのかっていうのはね、ちょっと誰も想像つかんですね。うん。ってな感じですかね。はい。で、えー、っと、トレインさんからもいただいてます。ありがとうございます。 えー「いきなりライブと、えー、トーストお疲れ様でした」えー「初出場での本戦おめでとうございます」えー「カラオケ中にあなたのものまね芸人が、えー、来る」というお題の「神、え、奈、ー、月が来た」っていう回答とか、えー「何かを途中で食べるのが一番面白い」とされた「m 1のお題の「ミ、え、キ、ー、の肉じゃが」が。 美味しいわあの回答が面白かったです。いろいろ出場した感想があればということで、えー、ありがとうございます。まあ、いきなりライブはね、毎月ある、えー、ライブで。まあ、MC でね、やったんですけど、もう、卒がないですね、私はもはや。うん、最初の頃はあんなにね、緊張してたのに、もう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 ,もう余裕ですわ。<laughs> 慣れたもんでございますわね。はい。うん、っていうのは言い過ぎですけど、まあまあ、うん。まあ、周りがね、周りがプロですから。 えー、そういった場所ならまあ普通にむしろ安心だよなっていう感じはします。先輩が周りにいた方が伸び伸びできるかなっていう、えー、感じですよね。うん、こう自分がしっかりしなきゃっていう場所の方が多分大変だと思いますね、虫はね、うん。っていうのがまあありましたっていうのと、えー、このトーストっていうのが、えっ、ー、と、tost、うん、って書くんですけど、 大喜利の大会ですね東北大喜利最強決定トーナメントみたいな、えー、名前でまあちょっと何だろう馴染みある人にはないけど血またれ熱いのがその大喜利界隈っていうのがありましてまあ大喜利っていうのはまあさすがにみんな分かると思うんですけどだからその本当に一番ストイックな形の大喜利だからいわゆるまあテレビで一番近いのはその一本グランプリみたいなのを えー、ずっと趣味で、えー、仲間内同士で、えー、まあ、どっかの会議室とかね、えー、集会所でやったりとか、あとはズ、えームで、そう、お題を出し合って、一人が出したらみんなが答えてっていうのをこう、順ュやっていくみたいな、えー、会とか、あとはネットでね、なんか、あの、あるわけですよね。うん、ネットで投稿できるサイトとかあるから、あーそういうとこで出したりとか、うん、っていうのを趣味としている人がいて、 結構全国にいるんですね。だから、うん。まあ、主にお笑い好きの方になってくると思うんですけど。だそういう人たちの中ので主催される大会があるんですね。はい。で、東北で最大規模の大会がこのトーストっていう、まあ、羊狩りさんっていう、それまた大喜利のあプレイヤーの人なんですけど、うん、宮城出身だったかな確か多分そうだと思うんですけど。 あのー、まあ、今、宮城にいるわけではないと思うんですけど、その人がやって、したらもう本当に、えー、全国からそういう大会が好きな方々が、あのー、ま、関東圏もそうだし、大阪とかそっちの方もそうだし、一番遠いのがどこから来たかまではちょっとわからなかったんですけど、だから東北の大会と言いつつ、70人ぐらい集まって、で、 もうその競い合うっていう。だからもうなんか全国大会ですよね。なんか東北。まあ宮城勢多いですけど確かにね。近場だから。でももう本当に優勝するしたらもう本当にその大喜利プレイヤーとしてはもう全国レベルって言ってもいいんじゃないですかね。えー、って言えるような、うん、大会があって。まあ今までもともと存在してたんで出たかったんですけどこういろんな えー、仕事の兼ね合いとかね、土曜日、日曜日ってやっぱりイベントとかライブが、えー、入りがちだから、それであんまり出れなかったり、コロナもあったりとかでね、中止になったりとか出れなかったんですけど、あのー、出てみたくて、その、おっきい、そんななんだろうな、大会って出たことなくて、あの、ライブのね、えー、コーナーで大喜利やったりとか、あと、石巻のね、えー、大喜利大会とかもあって、まあそっちは、 まあ、そっちはそっちで歴とした大会だから、まあ、それ以来っていう感じになって、まあ、それを超える、まあ、人数規模で言うと超える大会っていうので、うん、出ましたね。だから、この本戦っていうのに一応出れたんですけど、これがどれぐらいすごいのかっていうのも、なんか、要は、えっと、70人弱集まってたので、えっと、6人から7人を、こう、10ブロックに分けまして、で、え大喜利のお題が3問出されると。 でそれぞれ3分 3×3 問みたいな3分 ×3 題みたいなでまあよく9分ぐらいね、えー、こう挙手して大喜利に答えていくみたいなでその一番最後にその3問答えた、えー、6人ないし7人の中でこう一番こう全体的にだ総合的に一番良かった人を あのー、今回答してない別の9ブロックの人。だから、60人ちょいぐらいの人が、えー、挙手で1人選ぶみたいな。前坂が面白い人、鳥居さんが面白い人とか言われて、こう挙手で、あの、みんな顔を伏せてね。あの <laughs>、給食費盗んだ人を、あの正直に手挙げなさいの時のこう顔を伏せて、えー、挙手をして、で、なんか上位2組が、 あまあ一応本戦に上がる。で、まあ敗者復活とかいろいろあって、結局まあ30人ぐらい上がるんですけど、まあその予選を一応1位で通過できたっていうのはえあったんですけど、やっぱりなんでしょうね。敗、いろいろね、本当にいろいろ思うところはあったんですよ。なんかこのまあ本戦行って、で本戦では全然で負けてしまったんですけど、うん。まず感じたのは、うん、みんなの体力すごいなっていうことですよね。うん。 えっと、開始が12時半とか、お昼の12時半だったんですけど、えー、決勝終わって、その、優勝商品とかをプレ、いろいろ渡して、えー、お疲れ様でした、ありがとうございましたっていうのが、もう7時半前、七時、20分とかぐらい。約7時間ぐらい。で、途中休憩も、うんと、15分休憩と30分休憩が1回ずつあったかな、ぐらい。うん。っていう感じで、 まあ、それ、それ以外の時間はもう本当に大喜利に答えるか、まあ、ほとんどは人の大喜利を見て面白い人に手を挙げるかっていう、もう、それの繰り返しなんですよ。まあ、途中トイレ抜けたいとか別に大丈夫なんですけど。うん。の繰り返しをずっとしてて。もう、やばかったです。終わった後、くたくたでしたね。本当に。なんだ、体力的、なんていうの、体の疲れはないんですけど、本当にこう、頭が、こう、ぼーっとするような感じ。 うん包まれてなんならそれも本戦の自分の出番前でもそれが起きてて本戦はなんか6ブロックぐらいなのかな六5人が6ブロックみたいな感じでやるんですけどその6ブロック目だったんですよね僕も,も一番最後で,でもずっと早くランダムでこう名前呼ばれていくんですけどそれもランダムの抽選でね A ブロックの人は誰々さん誰々さん誰々さん早く呼ばれろってずっと思ってて。 もうきついからと思って <laughs>。どん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 その体力も奪われるし、あと人の大喜利を見ることによって、この何が正解か分かんなくなってくるんですよね。うん。なあれなんか、なんだっけ大喜利ってなんだっけみたいな、こうゲシタルト崩壊みたいなのが起こって。ん俺ってどういう風にやるっけみたいな。こういう時とか。もう分かんなくなって、ごっちゃごちゃになってきて、いろんな人のいろんな面白に触れすぎて、で、そっから自分がやるわけじゃないですか。もうきつかったですね。うん。 きつがあった。もうだから全然その、予選は結構無我夢中で楽しくやれたんですけど、本選はもうなんかずっと、うわー思いつかねえ。うわーっていうその、しかめっ面の感じでしたね。うん。っていうのありましたね。まあ、体力の問題ですよね。まあこれが、まあ、まあまず一個。うん。で、もう一個自分足りないなと思ったのが、まあ、あのー、結局その、お題も、 かなり来られてるんですね。寝られてるというか、まあやり慣れてる人たちだから。だからいわゆるこう、こんな温泉はね、嫌だとかさ、あのー、なんか、マッチョな野球選手にありがちなこととか、なんか、そこに単純なことではないんですよね、基本的に。うん。なんか、要素がこう、二つ合体したみたいなお題が多くて、うん。 そうそう。例えば、だから自分が答えたのが、トリンさんのコメントでもらってたけど、え自分がカラオケしてる時に、えー、あなたのモノマネ芸人が来ました。何が起こりましたかみたいな。うん。とか、あと、その M、M1 で、その、ネタ中に何かを食べるのが面白いとされている M1 で起きたことみたいな、うん。な、なかなかこう、なんでしょうね。文章だけでもうす、お題の時点で笑いが起こっちゃうぐらいの、結構なんか、 寝られ方、うん、だからその何だろうな思いつかないものに関してはすごい思いつかない結構なんかそこのじゃんけんみたいのが、まあ、運ゲーと俺は一旦言ってしまうけどそこの相性の運が結構ありましてうんだからこう苦手が当たると相当露骨に厳しいなっていう、うん、まあもちろんあの何、ー、だろうな 僕のそのシャドーバースあのカードゲームとか僕ゲームとか好きなんでうーんの考え方でいくとその,その運を何だろうな運を最大化するというか,そのか運の確率を最大まで上げていく作業っていうのが、えー、そういうなんかあの,のゲームではこう大事だと思うんですけどその運,運が絡むような、えー、ものでもねカードゲームだとそうあのどうしても運はあるけど そこのリスクを最小まで減らすとか、あの、運が良くなる選択を最後まで一貫して取り続けるとか、ね、いうのがあるんですけど、大喜利で言うと、やっぱりだから、そこの苦手を減らしとくってことなんですかね、多分。うん。まあ、だから普段からやってる人はその辺が、えー、慣れてるから強いんだろうなぁ、なんて、えー、思いましたね。うん。まあ、何せよ、いい経験になりましたね。うん。 まあ、なんかいいと思います。なんかまあ、ここまでなんかガチな大切じゃなくても、やっぱりやってみるっていうのは大事かもしれないですね。うん。まあ、こうやって行ったことによってラジオのうートークのネタにもなりましたし、ちょっと新しいものに対して腰が重いんですか、最近。えー、そういうのは、えー、気をつけていきたいなと思いました。やっぱりいろんなことをしていかないといけないなと思いました。うん、勉強になりました。はい。なところですかね。 はい。ということで、えー、やっていきます。あの、単独ライブぜひ来てください。えー、12月17日、えー、6時から北目町シーライズスペースというところであります。えー、これ最後なので、毎月単独の、えー、挑戦はね、今年の挑戦は最後になりますんで、えー、ぜひちょっと来てください。まあ、これまでの割と、 なんかダイジェストというか、なんかオールスター体制みたいな、ね、あのライブになると思うんで、自分の中のね、えー、集大成的な感じで、えー、やりたいと思いますんで、ぜひ来てください。えー、そんな感じです。はい。えー、では次回の放送でお会いしましょう。それではありがとうございました。